大家早上好，我是杨彦如。今天呢，我现在来到大阪安部野桥站，阿边诺巴西也是呢，就是那个安部野桥和天王寺，实际上是一个站，那个马路对面是那个天王寺站。我今天呢，那个我的那个六位台湾朋友来，这里大阪，那个我带着他们，玩那个京都和奈良。今天我带他们去奈良。我今天呢，本来是用 action cam， 那个就是摄像头来拍摄，但是我忘记带着那个 SD 卡，就是我的错误，所以我不得不今天用那个 iPhone 拍摄。所以请大家请原谅那个画面有些那个摇摇的，就是用那个iPhone 那个拍摄的那个特征缺点，所以你请大家那个原谅一下。明天我去那个奈良拍摄的时候，我打算用那个摄像头那个拍摄。所以对面是那个 JR 的天王寺站，那个这里是阿贝诺哈鲁卡斯，是晴空塔，非常高的，这里太高，不从那个下面的话不能拍摄到顶。而且那个今天我带着那个六位台湾朋友玩京都，时间比较长。那现在我那个让我出发。现在我过马路对面的天王寺 JR 天王寺站了。这是阿贝诺哈鲁卡斯全景，哇，那么高！我忘记了这里是多少层，但是一定有60层多以上。就是日本那个全部的那个大高楼大厦中最高的那个建筑是这个。那个当然，那个一部分电视塔，比如那个。比如那个东京 Tokyo Sky Tree， 东京晴空塔吧，我忘记了中文名字，就是它的话，那个比这里高得多，但是那属于是电视塔，就是那个作为 building 之中最高的是这个 Abeno House， 请那个来日本大阪的。游客们，一定来那个天王寺来参观这里阿贝诺哈鲁卡斯。现在我在那个 JR 天王寺的北出口，从这里很近的地方有那个租车公司，我在这里租车那个在那个等六位的台湾朋友。走路大概3分钟，我来到了这个 Olix Rent Car。这里的租车那个价钱比较便宜，所以我可以推荐给大家用这里，Olix Rent Car租车吧。我今天租一辆那个轿车，现在我租了一辆丰田的 Belfire 轿车，耶，对，是这样的车，非常豪华的车，轿车。但是价钱不是很贵，所以这个轿车最多是8个人，除了那个司机以外，7个人可以上的，所以我推荐大家，在来日本的时候那个租了这辆车，团体游的朋友也租这辆车游过，在大阪、京都、奈良玩吧。那我现在去接那个台湾的朋友。我现在来到了福建道和大社伏見稲荷里行きましたね。参拜这个神社的前应该要洗手刷口，就是这里有很多人，一定有一个用英文的说明，用这样的示范图一样的那样子用洗手刷口。台湾的朋友不敢洗手，就是干净，很干净的。
稻荷神社的那个象征是那个 kitsune 就是狐狸，狐狸，所以这就保护那个稻荷神社。稻荷，嗯。哦，它是吉祥物吧？吉祥物，对，是两只。这里拜神社的时候，要挥挥那个铃，然后跪，躬鞠两次。拍两次手，然后躬鞠一次，这是比较那个正宗的拜神社的方式。但是那个你注意，去出云神社的时候，你拍四次，只有一个地方出，伊兹莫神社出云神社的时候拍四次，其他地方是拍两次，这样的是那个我们的礼仪。这个看看那个这建筑的屋顶是草和木头木皮做的，比较特殊的那个用做建筑法做的，他们的技术很高的。前面有千本鸟居，千本鳥居というね有名なところがあるんですね。ここはもうとにかく人がめちゃくちゃ多いですね。もうなんかミシュランかなんかで紹介されたんでね、めちゃくちゃ有名になったところです。以前はね、割と伏見台って割と日本の京都の中では地味な存在だったと思うんですけど、もう今ものすごい人です。まあ確かにすごいインパクトのあるルックスですからね。まあ本当にインスタ映え、ザインスタ映えスポットって感じですね。あ、後面有千本鸟居。这里千本鸟居的入口，那么多人，真的走路也很走累，这是一种堵塞现象，我不进去了。这样子，好多种。这个千本说是千本鸟居，其实是那个数量不止一千本，一千根以上。まあ千本鳥居というんですけど、実際は千本以上あるそうです。はい、千本鳥居来たんですけどね、もうとにかくなんかミシュランがどうだか、ジョブズさんが来たきどうだとか、とにかくもうね、めちゃくちゃ世界的に有名になっちゃいまして、もうこのありさまですね、ちょっと伏見千本以内でこんなに有名になるというのは、私はちょっと逆に意外なんですけれども、まあ、今、もうなんか、日本の伏見内というより、世界の伏見内になりつつあります。はい、这里是焼き団子、烧团子、还是日语的俗话说花より団子、比看樱花还喜欢吃这种俗话。これは美味しそうですね。一本いくらなんでしょうかね。500元、超贵。ちょっと高いですね。観光地価格ですね。京都的食品，那个一般都是很贵的。はい、ちょっと日本語で失礼しますけどね、今清水寺の前の境に五条坂というところに来たんですけど、まあとにかくね、車多い、人は多いで、もうちょっと本当にね、私は降りて歩く気にとてもなりませんので、申し訳ないんですけど、台湾のお友達、台湾パンように皆さんには自分で行ってきたいということで行ってきてもらいました。ちょっと私は膝が悪いんであんまりね、長い距離歩けませんので、清水に来るときは本当にちょっとね、まあ、ここ今タイムズで偶然まあ、空いてましたので止めましたけれども、まあ、とにかく土日なんか最大料金4800円ですよ。で、なんかかき氷一杯ね、850円とかふざけてんのかっていう値段ですんで、だから私ね、京都嫌いだなと思ったんですけど、ね、嫌いになった理由がわかりますね。人は多い、車は多い、物価はバカ高い、もう、はっきり言ってぼったくりといっていい値段だと思うんですけどね。これですからね、京都は好きになれないと。多くの大阪人が実は京都嫌いというのはこういうところに理由があるんだと思います。ゆいとえぬやんでございます。ここからちょっと日本語で喋っていきますけどね。昨日は台湾のお友達6名をついて、神道中ということで京都に行ってまいりました。
まあ本当日本人だったら一箇所ね、本当に1時間弱で小1時間でさーっと見てくると思うんですけど、まあ台湾の皆様、よく言えばじっくり見てくれてると、悪く言えばまあのそうそうそう歩くということで、1時間あたり2時、1箇所あたり大体2時間ぐらいかかれて寄って回ったという感じで、結局金閣寺も見れずに終わってしまいました。ということで今回今日はちょっとリクエストとして本来は奈良見物なんですけども、先に京都に行って金閣寺を見るというような話も出るかもしれません。朝8時出発で奈良を見るだけなんてかなりね、奈良だけだと1日もう持て余してしまうぐらいですので、奈良ツアープラス京都ツアーになるかもしれません。ということで本日も行ってまいりましょう。いよいと、しばらくちょっとね、まあおそらく使わないと思うんですけど、回すだけ回しておきます。ここはね、東、おそらく東住吉区になると思うんですが、近鉄南大阪線の、北田辺という駅です。まあ、別に北田辺にしては意味はないんですけどね、たまたまちょっと通りかかってみたら、とも安そうだったのと、まあ、昨日あと、天王寺の駅の近くのレンタカー屋に行くのに、まあ、電車で行くのに自家用車を止めやすいところということで選んでみました。こんな感じでどうでしょうかね、撮れてますかね。私は基本的に昨日の奈良見物で、昨日の京都見物で、まあ、かなりもうやっぱり京都、奈良人混みがひどいということが再認識できましたので、おそらく観光地では一切降りずですね、台湾の皆様には自分で歩いて行ってきてと言って、ひたすら駐車場でグーターしていくという、グーターしているという絵になると思います。まあ、ですので、ちょっとまあ奈良に着くまでですね、N ヤン、いつものタクシー N ヤン、知事業じゃないですけど、まあ、これから夜勤をもしタクシー運転手としてすることになると、奈良に行ってというとお客さんも当然出てきますんでね、そういう意味で知事業の奈良編ということで、さらっと今日、奈良の街を流して、知事業ということでやりたいと思いますですね。今日は知事業編に当てるか、日本語で喋ってる部分がおそらく知事業編に当たると思います。で、中国語で喋ってるバージョンに関しては、ヤンエヌ、何でしたっけ、ターパン、チュウツーチャー、スーチー、ヤンエヌ、チェーシャ、チョンウェン、チェーシャオ、なんとかかんとかっていうチャンネルがあるんですけどね。まあ、略してヤンエヌチャンネルなんですけど、そのヤンエヌチャンネルで、紹介していきたいと思いますが、早くも、このあたりでちょっと迷っております。これね、もっと阪和線の軌道だと思うんですけどね。阪和線がもっとここ走ってたはずなんですが、この辺ちょっとややこしいんでね、よくわかんないんですよ。広い道に出たいんですが、よくわかりませんという感じです。しかもいつものね、タクシー、クラウンとか、軽自動車と違って、ちょっとね、今日のベルファイアはでかいですし、当てたら即警察呼ばないといけなくなっちゃうんで、大変なんですね。なんかさっきから同じようなとこぐるぐるしてますね。なんとか抜けれるんでしょうか。こうご期待と。現在我来到了大阪城公園、大阪城公園に来ています。那六位台湾的朋友们，他们早上很清晰的空气中，去那个大阪城公园中散步，因为第一天他们刚刚来的。第二天吧，他们刚刚来的第二天就是下比较大雨，大阪最近很久没有下雨，没下那么大雨了，所以他们不信第一天的观光，在大阪观光没有那么好的成就，所以他们我今天弥补给他们弥补那个带他们过来那个大阪城公园。大阪城公园还是那个大阪最好的那个象征吧，还是必去的地方之一。你们看得到吗？这个现在我扩大一下那个画面的中间
这是最扩大的那个场面，那个是比较高楼的，就是天守阁天守阁ですね。这里有那个以前德川家康统一日本之前，那个豊臣秀吉丰臣秀吉，他那个同那个差不多统一那个全日本，他们那个从大阪在住在他大阪城，那个把天下那个治天下的这个，所以那里呀、啊。那时候那个大阪城，这里是那个日本天下的中心。然后那个德川家康那个把握掌握那个权力以后啊，那个豊臣秀吉丰臣他们的子孙都那个被灭亡了，所以然后那个德川家康那个开始。那个江户时代，那个他们的全那个天下的权力都那个搬到江户，那个现在的东京过去了。现在然后那个从那时候以后，日本权力的中心都在日本。对我们那个住在大阪的人来说，很可惜的事情。就有这样的那个历史背景。但是现在这个大阪城已经那个遭到火灾或战灾啊，那个打仗的时候那个被烧掉，所以重建了两三次吧，好多次那个他们在遭到那个灾害都那个屡次那个再次建设了。现在这样的那个很美丽的外观。大家早上好，我是杨彦奴，今天我来到了大阪的那个大阪城公园，大阪城公园一点嘛。昨天我把那个六位台湾朋友带到那个京都匆匆忙忙的玩了两三个那个景点，他们非常高兴。还好今那个最近这两天那个天气很好，天气也不是很热，很那个空气很清凉的。你们前面看到有没有看到？这个是大阪城的天守阁，大阪城的天守阁ですね。现在那个六位台湾朋友在这里玩的。现在这个，等一下我把他把他们那个朋友们带到奈良奈良，他们到了奈良以后，一定跟那个小小的花梅花鹿鹿ですね，奈良公园的鹿，跟他们玩，非常可爱。他们虽然很非常可爱，但是非常非常的那个贪吃。他们贪吃很要死，所以那个我提醒他们不要那个被那个小梅花那个咬伤那样子。请大家期待。